おはようございます。今、三重グスク港です。どこ？漢字で書くと三重グスク、三重白港です。はい。もう起きたばかりです。はい。起きて1時間も経ってないけれども、はい、今から、パラセーリングと、シュノーケルとジェットスキーかな。この3本立てのやつをカズちゃんに内緒で予約しちゃってた。そう。私、パラセーリングしか聞いてなかった。入りたいなと思って。あなたはね。嫌だった？大丈夫、ちゃんと日焼け止め塗ったから。全身白の43歳のおじさんです。はい、私はちょっとこのね、日焼けをね、ラインね、はい、このラインを何か消せたらいいなと思って。また日本なんか言われるやつやね。そう、脇毛って言われるやつだなと思って。ちゃんと今チェックしてきてるよ、お手洗いで。ありがとうございます。まあ今日は楽しんで。そう、でね、スタッフの方に、携帯渡して撮ってくれるっていうのをお願いしたので、多分撮ってくださいと思います。動画？そう。でも充電なくなるよ。大丈夫、充電器持ってきてみよう。できたよ、できたよ、頑張りさー。早い、このスピードでもこれじゃ伝わらないね。伝わらないね。じゃあちょっと、はい、多分この動画見るよりも早いね。そして結構揺れてる。そう、めっちゃ揺れてる。もう朝起きてから1時間も経たないうちに海に出たよ。楽しい。今からパラセーリング、シュノーケリング、ジェットスキー、ジェットスキー、なんかね、わかんない、時速どれくらいかわかんないけど速いよ。注意事項です。キラキラするときは外にしないで、ね、全部中に入ってくるなって。全然大丈夫そうじゃない？まあ、今酔い止め飲んでる。多分ね、顔でわかるから、まあまあ早い。あるやつだこれ。はい。え、なんでこっちつけてくんないの？すごいすごい。あ、伸びてるね。伸びてる。そこじゃないね。ちょっと下。行ってきまーす。上がるの自動的に上がるの？行ってきまーす。行ってきまーす。行ってきまーす。なんかさ、この上ってこんなに静かなのね。平穏だね。やばい。ね、なんもない。怖いね。怖いと思ってたけど。怖くないね。そう、あんま高すぎるとどうでもない。あ、下見て。見て、あっちの方でこうやって引っ張ってくれてるんだけど、みんな手振ってくれたりとかして、いいね。いい。これ楽しいね。なんだろう、なんか、こんなに静かなんだと思った上って。ね、すごいね。そっか、やっぱ船の上ってエンジン音が聞こえるし。あ、揺れる、揺れる。あー不思議、上こんなんなってるよ。なんで浮いてんだろうね。なんで浮いてんだろうね。こうやって引っ張られて、こんな感覚が持てないから。なんか正直言うと、なんか浮いてる感覚もそんなにない。本当？浮いてる？かわいそう。それはかわいそう。
そう。結構さ、やっぱり朝一だからひどいよね。さっきのことからお化粧してみんな可愛かったじゃん。ちゃんとしてたもんね。このコンディションで。それがさ、やっぱ、牛クオリティ。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 そうだね。これはちょっと、すごいよ、でも。すごいね。楽しい。これは面白いな。すごいね。なんかやだ、近づいてる。アンコール、わーい、沈んでます。もう一回、もう一回。楽しかったね。楽しかった。やっぱ海いいね。いい、いいね、気持ちいい。ニモもいたしね。ニモ見つけたね。珍しいニモもいたって言ってた。あ、そうで、水中で泡で輪っかを作る、ね、ドルフィンリングみたいだった。すごいね、気持ちいい。楽しかった ね, ちょっとね。あとここ、あとここには2日間しかいられないのかな。え、明日帰るんだよ。あ、そうなの、うん、なんだ明日の朝だよ。え、船の上で過ごすんでしょ、2日間。そうだよ。